アジア。アジア、ラテン語、アジアは、世界の大衆の一つ。現在では、一般的に、ヨーロッパを除くユーラシア大陸全般を指すが、政治的、経済的な立場の違いにより、様々な定義がなされる場合がある。ア州。アッシリア語で東を意味する、アスに語源を持つ。古代では、現在の小アジアを指した。現在では、 ユーラシア大陸のヨーロッパ以外の地域、つまりアジア大陸、当初、海域を含むであり、六大州の一つ。ユーラシア大陸の面積の約80%をアジアが占め、人口は世界最多であり、世界人口の約60%強がアジアに住んでいると言われている。世界の都市のうち都市圏人口上位8位までは、アジアに属する都市が占めている。 世界の都市圏人口の順位を参照。アジアとヨーロッパの境界は、地理上の境界とヨーロッパ中心主義的な観点から、見た人為的な境界が入り混じっている。地理上の境界は、ウラル山脈、ウラル川カスピ海、コーカサス山脈、黒海、ボスラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡とすることが多い。なお、アフリカとは、スエズ地峡、オセアニアとは、 ニューギニア島西方の海峡を挟んでいるため、この両地域とは地理的境界と人為的境界が一致している。アジアは六大州で最も大きな州であり、地理的にも多様で変化に富む。アジアの大半はアジア大陸に属するが、大陸内でも気候や地形に様々な差がある。また、特に大陸東側には環太平洋を作り山体の活動によってできた。 無数の島々が点在しており、日本やフィリピン、インドネシアといった島国に多数の人口を抱える国家が存在する。アジアの東部から南部にかけては、降雨が多く肥沃な土壌に恵まれることから人口が古代より非常に多く、現代においても世界最大の人口密集地域となっている。人種に関して多くはモンゴロイドであるが一部地域ではヨーロッパと隣接しているためその地域では、 コーカソイドの特徴ががああるる場合があるアジアという言葉は、もともとは古代、ギリシア、あるいはギリシャから文化的影響を受けた古代ローマから見て、東方を指す言葉であった。ギリシア人やローマ人の地理的な知見は、地中海沿岸地域に限られており、地中海の北岸地域が、ヨーロッパ、南岸地域が、アフリカ、地中海の一部である、英ゲ海で隔てられた。 地中海東岸地域がアジとされたのである。その後、ヨーロッパ人の地理的な知見が広まるにつれて、ヨーロッパ、アジア、アフリカとされた地域の範囲が拡大していった。アフリカについては、スエズ地境という明確な地理的な境界が存在したため、スエズ地境以南がアフリカ大陸という明確な地理的定義が確立した。その一方で、かつて、 英華界が境界とされたアジアとヨーロッパについては、現在でいう東欧の地域が知られたことにより、明確な境界線が存在しなくなった。そのため地理的には、ユーラシア大陸として、アジアとヨーロッパは一体として扱われた。それでも、アジアとヨーロッパを別地域として扱う習慣は、残ったが、地政学的、人種的に厳密に分けられた故障としては確立して、おらず、 使う立場によってその範囲はしばしば異なっている。例えば国際機関においても IOC と FIFA ではアジアの範囲が異なっているように厳密な定義として確立していない。ヨーロッパ諸国ではトルコイトを中東を指すことが多い。ただしロシアのアジア地域シュベリアはしばしば除外される。アラブ諸国ではアラブが自称でありアジアといえば 東南アジアを及び東、アジアを指すことが多い、トルコ人、アラブ人、インド人、アーリア系は人種的には高カソイド、白人を含んでいる。日本では逆にしばしば中近東並びに中央アジアや南アジアを含めず、極端な場合には東南アジアも除いた東、アジアのみを指すことがある。アジアの定義はその言葉の成り立ちも 原因となり、世界的に確立されているとは言えないが、その中で従来は、人種的、民族的な観点を重視する立場から、アジアを、近東、中東、南アジア、東南アジア、東アジアのように、より細分化する立場が強調されてきた。しかし、最近では、経済的メリット及び政治的安定性を重視する観点からアジアをよりく定義し、 経済的には自由貿易の範囲が拡大しかつ人口が多い方がメリットがあり政治的には同じアジア人というような連帯意識仲間意識がある方がその地域の政治が安定する中近東インドは大陸の諸国は当然のこととしてオセアニア諸国ポリネシア諸国も含めアジアと定義する場合までもが出てきたこのようにアジアの定義が多岐に分かれているのは アジアという言葉が同一の文化、文明あるいは人種、民族を基盤として定義された概念ではなく、そもそもの由来がヨーロッパ以外の東方地域全部という意味であったため、結果的に異なる文明が分立する地域を一つの言葉で定義してしまったことに由来すると考えられる。サミュエル・ P ・ハンティントンの著書、文明の衝突によれば、アジアには日本文明、中華文明、 ヒンドゥー文明、イスラム文明が存在するとされている。一般的にアジアの域内は東アジア、極東、東南アジア、南アジア、中央アジア、トルキスタン、西アジア、中東、近東に分けられる。ただし最近では経済交流、国際関係、研究機関名などで東北アジア、北東アジアともいい、下記の東アジアと北。 アジアを合わせた領域に相当するの語が使われることが増えてきている。また、これ以外にも北アジア、北西アジア、西南アジア、南西アジアとも言うなどの語も使われる。以下は国際連合による区分である。これ以外にも区分方法は存在するが、便宜上これを用いる。ただし、非加盟国については周辺の国と同じ区分としている。 極東とも呼ばれる。地理範囲は日本列島、中国大陸、朝鮮半島、モンゴル高原、台湾島などである。地理範囲はインドシナ半島、マレー半島、フィリピン諸島などである。東ティモールを除く10カ国は東南アジア諸国連合を構成している。地理範囲はロシアのアジア地域である。国際連合による区分で北アジアに属する地域。 地理的区分ではさらに以下の国と地域も北アジアに属する。地理範囲はインド大陸、セーロン島、モルディブ諸島、アンダマン諸島、ニコバル諸島などである。イランを除く8カ国は南アジア地域協力連合を構成している。地理的区分ではさらに以下の地域も南アジアに属する。南アジアに含まれる場合がある地域。地理範囲はトルキスタンである。 地理的区分ではさらに以下の地域も中央アジアに属する。西アジアという地域範囲は日本では北アフリカも含めて中東と称されることが多い。地理範囲はアラビア半島、アナトリア、小アジア、キプロス島の範囲及びイラン高原、ヒンドゥーク州山にかけてのアジア大陸。ただし場合によってはコーカサス山無役以南の旧ソ連邦の国々、 カフカス諸国を含むなどの定義もある。地理的区分ではさらに以下の国と地域も西アジアに属する。アラビア半島地域、中央アジア地域、コーカサス山脈以南の旧ソ連邦の国々、カフカス諸国ではヨーロッパに区分される場合も多い。アジアではヨーロッパのヨーロッパ連合やアフリカのアフリカ連合のようなアジア大陸のほとんどの国によって構成された。 アジア統合を目指す政府間組織は今現在しか存在しない。しかし、地域別には複数の国際組織が存在している。以下に主なものを示す。アジアは例えば、欠片の気候群を用いれば、ほとんどの気候型が含まれるほど多様な地理条件が内包している。北端は北極海に面しており、ツンドラ気候の荒野が広がる。 その南のシベリア内陸部には、タイガと呼ばれる大震洋樹林が広がっている。南アジア、東南アジアと東アジアの東部は、モンスーンの影響を強く受ける地域である。アジア全体を見れば発展途上国が多いものの、東アジア地域の経済規模は、西欧や北米に匹敵するほど大きい。特に GDP が高いのは、世界2位と3位の中華人民共和国。 中国と日本国、日本である。ついで世界15位前後の大韓民国、韓国が挙げられる。また東南アジア諸国やインドも年々成長を続け、存在感を増している。アジア通貨危機を機会に、東アジア、東南アジアの国々では、チェンマイイニシアティブによって、経済安定を目指している。また、西アジアの国々では、石油の産出量が多いので、 オイルマネーによって世界的な発言力が強まっている。道路ではアジアハイウェイで結ばれているが、道路の整備状況は異なっている。人種としてはモンゴロイド、コーカソイド、オーストラロイドが見られる。コーカソイドは西アジアを中心とした西部に多く、モンゴロイドは東アジアや東南アジアなどの東部に多いなどの特徴ある。 オーストラロイドは南アジア南部に見られる。中央アジアや北アジア西部ではコーカソイドとモンゴロイド、南アジア北部ではコーカソイドとオーストラロイド、東南アジア、特にマレー諸島ではモンゴロイドとオーストラロイドがそれぞれ根血している。様々な言語のグループと孤立した言語が使用されている。複数の国で公用語として使われる主な言語は 以下のものがある。特には者数が多い言語は以下のものがある。その他アジア諸国の公用語、アジアで話される主な言語は以下のように分類される。世界で信者数の多い宗教であるキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教は全てアジアをその起源としている。このうち仏教とヒンドゥー教はインドを、キリスト教とイスラム教は西アジアをその起源とする。 この他にも、西アジアのユダヤ教、南アジアの宿教、東アジアの儒教や道教、神道など、様々な宗教が存在している。現代においては、イスラム教は起源である西アジアのほとんどの地域に広まっているほか、中央アジアもほぼイスラム教圏となっている。この他にも、南アジアのパキスタンやバングラデシュ、モルディブ、東南アジアのインドネシアやマレーシア、 ブルネーなどはイスラム教徒が大部分を占める国家である。また、中国の新疆ウイグル族自治区やネーカ海族自治区もイスラム教徒が多数派である。キリスト教は起源である西アジア地域ではわずかな信徒が存在しているに過ぎず、アジアではキリスト教徒が多数派を占めている国家はフィリピンのみである。ただし、北アジアはキリスト教徒である。 ロシア人が投身し入植した関係で、ロシア正教会の信徒が多数を占める。ヒンドゥー教徒が多数派を占める国家は、インドとネパールのみであり、信者が多数派を占める地域もこれに、スリランカの北部、タミル人居住地域を加えるみであるが、インドの人口の大多数は、ヒンドゥー教徒であり、信徒数はほぼ、インド一国のみで、世界中の仏教徒よりも多い。仏教は、 発祥地のインドでは、スタレ、わずかに、ブータンで多数派を占めるのみであるが、仏教は東方に伝播したため、東南アジアや東アジアに大きな強権を持つようになった。ただし東アジアと東南アジアの仏教の宗派は違い、東南アジアのミャンマーやタイ、カンボジア、ラオス、スリランカ南部、シンハラ人地域においては、カミザブ仏教が信仰されている。これに対し、 東、アジアやベトナムにおいては大乗仏教が信仰されている。ただし、東アジアの大乗仏教は唯一の信仰というわけではなく、中国では儒教や道教、日本では神道が大きな勢力を持っており、事実上これら宗教との混在地域となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。